どうも、天才釣り師の王ちゃんです。久しぶりに釣りやってきましたよ。もうね、釣り行けなさすぎて、もうね、最近気が狂いそうになってたんですよね。もうこれ以上釣り行かないと、私精神に異常きたして、もしかしたらね、精神病院行きになってしまうかもしれないので、さすがにね、それはとんでもないので、それはまずいんでね、今日はもう仕方なく釣りやってきました。もう釣り欲を抑えきれずに川までやってきてしまいました。まあ川っつってもね、ほとんど海みたいなとこなんですけども、ここは川ですね。ちょっとちっちゃいめのね、汚い川でして、で1キロぐらい下るとね、海でしてね、ここ汽水域なんですよ。こういう汽水域にはね、シーバス、スズキですね、スズキがいますので、今日はね、シーバスを釣っていこうと思います。まあここはね、あんまりでかいのはいないとは思いますけれども、あそこね、橋になってるんですけどね、明かり見えますかね、明かりがポンポンってあるじゃないですか、あの明かりのとこね、あ、橋なんですよ、橋になってまして、あの橋の陰にね、絶対シーバスいますんで、シーバスってね、物陰につく習性があるんですよ。物陰に潜んでいて、それでね、その物陰を通りかかる獲物とか、流されてくる獲物を待って、待ち伏せして食べるんですよ。待ち伏せ型の捕食者なので、ああいう物陰でね、シーバスは獲物を待ち構えてるわけですよ。これが天才釣り師のタックルですね。これ、この間、ホタルイカパターン用に買って、シーバスロッドなんですけど、なんてブルーカレンとか、ブルーカレンと、Q3TZ、まあ、9フィート3インチとかかな、多分ちょっといいめのシーバスロッドと、あとこれモアザンっていうシーバス用のリールですね。シーバス用のリール、ラインはね、 P ラインと言いまして、あのミシン糸みたいな糸を使ってます。太さは 0.85 ですね。この P ラインっていうのはね、釣り知らない人のために説明しておくと、引っ張り強度が強いんですよ。グッと引っ張られる力には強いんです。ただ摩擦にはクソ弱くてね、コンクリとかに擦れるとね、簡単に切れてしまうんですけれども、引っ張り強度は強くて、で強いってことは糸細くしても切れにくいってことなんですよ。で糸って細い方がね、飛びますので、ルアーを遠くに飛ばすためにね、ルアーフィッシングではよく P ラインを使いますね。P ラインをルアーに直で結んでしまうとね、ほどけてしまったりすることがあるんですよね。 P ラインって滑りますので、ほどけちゃうんですよね。ほどけてしまう場合がありまして、あとね、あんまり弾力がないのでね、そう、魚がかかった時にそうショックをね、和らげられなかったりするんですよ。魚がね、ガッとガツンってきた時のショックを和らげるため、あとね、足元の岩壁とかテトラとかに擦れてしまうことがありますから、そういうね、擦れに強い糸をショックリーダーといってね、ルアーに結ぶ糸には使ってます。なのでね、2種類の糸を使ってますね。ルアーはね、主にシンキングペンシルを使っていきましょう。シンキングペンシル、略してシンペンと言われてますね。シンキングペンシルはね、まあ、名前の通り沈むんですけれども、なんかこの楕円形の魚っぽい形をした物体に針と、あと糸をつけるところがついてるだけですよね。これね、動きがナチュラルで、で大体ね、こう巻いてると水面に浮き上がってくるんです。ほっといたら沈んじゃうんですけれども、一定以上のスピードで巻いてると浮き上がってくるんですよね。なので水面直下をね、弱々しく弱った魚が泳いでる感じで、シーバスちゃんに見せることができますので、シンキングペンシルをメインにやっていきましょう。それじゃあ早速やっていきましょう。ちょい、川が流れてますから、川がね、左から右に流れていってますのでね、川の流れに乗せて、あの橋の陰にルアーを送り込む、流し込む感じですね。シーバスはね、物陰好きなんですよ。物陰で上流の方、流れの上の方を向いて、獲物がね、弱った獲物が流されてくるのをずっと待ち伏せしてるんですよ。ですからね、ちょうどね、なんか弱った小魚とかが押し流されて、あの影に入っていくみたいな感じでね、演出してあげると、もうバックリ出るわけですね。流れに乗せてゆっくり巻いていきます。もうなんだろうな、流れでできる糸のたるみだけ巻き取る感じでね、ゆっくりゆっくり。あ、でもルアーはね、あんまり遅いと沈んでいくんで、ルアーが沈まないで、かつ不自然にならない感じに巻くといいんですけれども、まあ難しいですね。まあ適当でいいでしょう。ちょっと今日は潮位が低すぎるかな。
どうしてもね今日来たかったから来ちゃったんやけども、あんまタイミング良くないかもね。逆に言えばポイントとタイミング、まあ、そこをしっかりやっとけば釣れるわけで、こういうところはね下げ潮の時がいいんですよ。今ね潮が引いてってるんですけれども、下げ潮プラス川の流れでねめっちゃ流れが強くなってるんですよ。左から右への流れがねめっちゃ強烈になってますので、その強烈な流れであの橋の下にルアーを流し込んでやると、まあ、絶対いるはずなんでね、いるからにはねルアーをいろいろ変えて、ルアーチェンジしてやっていけばね、ルアーを変え攻める深さを変え巻くスピードを変えってやってたらね一匹ぐらい取れると思うんですけれども、まあ、釣れるまで帰りませんよ。釣れるか潮が止まるまでやります。結局釣りの極意ってはね釣れるまで帰らないっていうことなんですよ。釣れるまで帰らなかったら絶対釣れますんでね、釣れるまで帰らなかったら坊主になりようないじゃないですか。簡単な話ですよね。もう それだけの話なんですよ本当に。釣りってめちゃくちゃ簡単なんですよ皆さん。釣れるまで帰らなかったらもう釣れちゃうんですね。他に誰もいないんで、人がいないんで、もう立ち位置自由に変えられますから、立ち位置を変えて、それでルアーを通すコースをね、いろいろ変えていってます。今日はやっぱタイミングが良くないな。ちょっと潮位が下がりすぎとるな。満潮時刻がね、夕方だったんです。明るいうちでね。で、もう暗くなる頃には結構もう潮位下がっちゃってたんでね。多分それかな。あんま潮位下がるとね、シーバスいなくなってしまったり、食わなくなってしまったりするんですよね。潮位下がるとね、なかなか釣れにくくて、ちょっとミスったな。でもね、潮位下がっても、ああいう影になってるところには絶対魚いますから。絶対ね、居座ってるシーバスがいますから、もしかしたらね、ブアゲモンが出てくるかもね。ブアゲモン釣りたいね。流れはあるからまだ希望は持ってるね。これで潮止まったらもうダメだけどな。潮止まったらあかんわ、ね、潮が、ね、止まりかけてきたらもうアウトですけれども、それまでは粘りますよ。釣れるまで帰りませんからね今日は。あのね、あんまり上げすぎると、頭をね上にしすぎるとエラー洗いしてバレるからね、なるべく魚を沈ませて、ね、首振っとるからシーバスよ。シーバス以外おるわけもないんやけど、うぅ、あ、ちっちゃいよ、いけるわ。おいし、オッケー、うん、ちょっと待って、外そう。そんな大きくないな。40あるなしぐらいやな。脱生後ぐらいかな。脱生後クラスって感じ。ちょ、待って。よし。はい、外れました。やったー。プリプリじゃないな。ちょっと痩せとるね、この子。痩せてますな。どうだろう。あ、40あるなしぐらいやな。生後、まあ、復古って40あることにしといて復古にしとくか。復古ちゃんですね。復古ちゃん可愛いですね。復古ちゃん久しぶりやな。シーバスヒットルアーはこれですね、ヨレヨレ、これね、ヨロヨロって、ね、めっちゃ弱った魚みたいな泳ぎ方するんです。それでバチコンでしたわ。バチコンでした。うー、逃がしてあげます。なんとか一匹ひねり出せたんで、もう帰りますっていうか手が臭いわ。やっぱりね、ドブ川のスズキは臭いですね。あとボラもチヌも臭いんですけど、ドブ川の魚は。あ、しょうがないですね。でもやったよ、ひねり出したよ。やりましたよ、ひねり出しましたよ。ブアゲモンを。まあ、言うほどでかくないというか、まあ、ちっちゃいけども、ブアゲモンの子をね、ブアゲモンの子供をひねり出したんで、もう帰りまーす。あー、さすがおーちゃんさんだ。なんやかんやで釣るからね。こういう渋い時でも釣っちゃいますから、まあ、釣るまで粘っただけなんですけれども、まあ、釣るまで粘るっていうのがすごいよね。普通ね、みんな心折れて帰っちゃうんですけども、まあ、おーちゃんさんは釣れるまで粘り続けるんですね。だから私は天才釣り師って言われてるわけですよ。
みんなもね、諦めずに最後まで頑張る。そうしたら俺みたいになれるわけ。わかるかな。みんなも頑張って。そんじゃまた。私は生まれながらに釣り師なんで、もう釣りしないと生きていけないんですね。もう息を吸うのと同じぐらい当たり前のことなんですけれども、ちょっと最近ね、動画作るのが忙しくていけてなくて、良くないですよね本当に。もうちょっと釣り行かないかも。俺も頑張るわ。